れか、あそこに看板あるよね。なんか看板がありそう。あれだあれだ、そう、この、はい、この看板です。どこ、ほら、キャンプって書いてあるでしょ。あ、これね、そう、これを右に行きます。曲がってくのね。はい、これインター降りるとこっちから来ます。はいはい。だから皆さんはそう左に曲がってください。この看板、はい、行きます。でこのね細い道を行きます。というわけで、ね、星降る鋸南星降るキャンプ場に我々今向かっております。はい。なんかね道が分かりにくくて Google マップさんにお願いするととんでもない道を案内すられるらしいので、あのキャンプ場さんが案内してる行き方を見て来た方がいいそうです。はい。で鋸南のインターを出るともうね、こういう看板が所々にあるので、これね、これの通りにまず行ってみましょう。はい、こんな感じですね。はい、あそこに看板が、はい、看板がまた見えてまいりました。右ですね。はい、本当にね、もう地図というよりこの看板を見ながら来た方がいいかもしれないですね。鋭角に右に曲がるので気をつけてください。この看板で結構もう人んちっぽいところに入ってきます。結構バタバタです。結構バタバタですって言っとるよ。けあ、発見。あ、あれもキャンプ場。うん、多分。なるほど、すごいな、これ。それ右側気をつけて、落ちるから。よいしょ、高台に上がってるね。上がってますね。星降るキャンプ、よくしょ。さあ、これがキャンプ場さんでございます。はい、到着しました。あ、待っててくれたかな、人もしかして。あ、マジで違うんじゃね。ここ、あ、ここかな。これはまた、わからないね。すごいね、さらに奥でした。はい。あ、すごいすごい。はい、こんにちは。こんにちは。チャンネルユノバです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今回のキャンプ場に到着いたしました。はい、こちらどこでしょうか。はい、千葉県鋸南町にあります鋸南星降るキャンプ場さんです。はい、星が降ります。降ります。はい、これは降るね。これは降りますね。お天気さえ良ければ。はい、まさか千葉県にこんな素晴らしいキャンプ場があるとは思いませんでした。本当に海と夜景がちょっと見れるという。ちょっと見えるね。うん、すごくね、高台になってます、うん。いいキャンプ場さんです。しかもリーズナブル。うん、あとまあシャワーもあるし、うん、お湯も出ます、うん、はい。結構ね、設備はしっかりしてます、うん。というわけでございまして、こんな素敵なキャンプ場さんから1泊2日の予定でキャンプをやっていきたいと思います。はい、それでは今回のキャンプもご安全に立てていく。立てていく。じゃあご飯だよ。お座りして。はい。はい、いただきます。どうぞ。なんかルーちゃんウキウキなんだけど。うん、ウキウキウォッチング。とりあえず一回ここで刺すか。もうちょい前。広すぎるよね。そこね、うん、もうちょっと出すか。このぐらいでいいね。ね、ループに穴開けないようにお願いします。はい、承知しました。めっちゃ刺しやすい。誰もいないじゃん、もう。そして誰もいなくなった。奥さんがさ、貸し切りなので私もう少ししたら上がりますからって。あーはーって。あーだよね。あーはー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。綺麗に晴れたんじゃね。うん、ね、いい感じですよ。いい感じ。オッケー。うん、フルオープン。涼しいね。あー、これはいいや。全然違う。うん、いいよ。
はい、うちの寝床が完成しました。今日もエアベッドです。やっぱり付属の電動ポンプだと、なんだろう、パンパンには入らない、力が足らなくて、だからもうちょっとカッチカチに入れたい人は足踏みポンプを用意するといいかもね。ご飯食べたでしょ、ね、え、何をそんなに急いでるの、ぺっちゃん。うちの薪グリルもだいぶくたびれてきたけどね。本当だね、結構使ってるよね。うん、巷では薪グリル2になってるっていうのに。これが折れるまでは使うかな、このヒンジが折れるまでは。このヒンジが折れた時が寿命かな。さすがにこれを直そうとは思わない。一応うちの選定基準すべてをクリアしてるんだね。そうね、すごいよね。あれはウォシュレットついてる。もしついてなかったらその都度シャワーを浴びに行くから。お尻だけ。お尻だけ。はい、じゃあそれでは簡単な施設紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、一応ね、エリアマップはこんな感じになっています。伊吹山、パンダ、チューリップ、朝日岳ってこうやってね、一個一個サイトの名前がついてるんですけど、これ左側から、これね、伊吹山、伊吹山はこのデッキサイトになってるのかな。もうね、景観はこんな感じです。まあいいか悪いかというと、あまり景観はいい方ではないね。あ、まあ、この中ではね、海が見えないからね。そうだね。じゃあ隣のパンダはね、こんな感じ、はい、パンダまで来るとちょっと前が開けます。ただやっぱり、下のね、この木があるので、やはりちょっと遮られちゃいますね。で、地面はちょっと土です。で、昨日結構大雨降ったんですけど、こんな感じですね。水引きが悪くはないみたいです。水たまりとかないので。で、隣のこのチューリップというのがデッキサイトになります。これはデッキの上に登ると、すごいね、ここ。こんな感じ。カメラだとちょっとね、映像画角的にちっちゃいんですけど、肉眼だともっと目の前に広がって綺麗に見えます。海結構大きく見えるね、うん、海もね、すごく、こんな画面だとこんなちっちゃいですけど、もっとね、肉眼だとバーンって大きく見えます、うん。まあ、こんな感じとは思わなくても大丈夫です。すごく綺麗です、うん。ただやっぱりね、この前のこの木が、この木がちょっと視界を遮ってるかなっていう感じですね。で、デッキの上にテントは張れないのかな、これちょっとよくわかんないですけど。で、下はこんな感じ。意外と草がね、生い茂ってくれてます。土の部分は少ない感じですね。で、隣の朝日岳、これもね、デッキサイトです。これですね、隣。ここから右にずっと移動するに従って、どんどん、そう、このね、画面左側のこの海の部分がどんどん見えるようになってきて、景観が良くなっていくっていう感じですね、うん。ね、この辺から結構ね、景観がいいです、うん。ここはデッキサイトになってます。どのように使っていいのか分かんないですけど、上で焚き火できるのかな。なんか焦げ跡とかあるからちょっと気をつけてください。いいか悪いかは聞いてみてください。いろいろ相談して乗ってくれそうなオーナーさんだったので。そう、優しそうな人ね、うん。で、若干土があるかなって感じですね、うん。地面の状態はこんな感じで、その隣がライオンサイト、これですね。これはね、普通のサイトです。ライオン大きいね、縦長に。ライオン縦長で大きいね、うん。ここがずっとライオンサイトです。これうちのサイトで、前の方に行くとやっぱり
土の部分が出てきます。まあでもここ多分焚き火するような場所だからね、うん、ここ多分焚き火会場になると思います。でこの後ろにテント、テントを張るような感じですね、うん、広いです。広いですね。景観はこんな感じです。若干ね一段下がっちゃってる感があるね。そうだね、うん、だから座るとこういう感じです。でも海は見えます、うん、まあ椅子に座りながら海を見ることもできます。そしてその隣が霞荘、これは今回うちがお借りしているサイトです。これ霞荘、霞荘はねすごくいいんです。この下はもうね結構草が生い茂ってくれてます。で何がいいかってここね砂利が引いてあるんですよ。ほらドロドロ感がないのですごくいいなと思いました。で景観はこんな感じ。ここは開けててすごくいいです。ここら辺がちょっとね夜景になるんですよ多分これから。あの街並みになってます。でこっちに高速道路の、あのインター出入り口かな、インターチェンジが見えます。これはねこれから僕らキャンプするのでどういう景色かは見れると思いますので、はい、また後でご紹介します。じゃあちょっと隣に行きますね。で隣はのこぎり山です。のこぎり山、うん、のこぎり山もね広いですね。縦長というよりは正方形って感じかな。そうだね広いね、うん、こんな感じです。こっからこうここの木まで、はい、でやっぱり真ん中がねちょっと土っぽくなってるところがあります、はい、もうねのこぎり山からドーンと海が、ここはもうね一番最高です、うん、はい、ただちょっと斜めに張らないとって感じかな。そうだね、うん、一番でも景観がいいです。ここもドーンと見えます、うん、ただ高速のインターチェンジマニアの方はちょっとここからは見にくいのでマニア高速のインターチェンジが見たいという方はもう一個隣をね霞荘の方を使った方がいいかもしれない。でその隣が狼ですね。狼サイト、ここも割と広め、ここもねそうだね、うん、横幅あって広めです。こんな感じ。狼に狼、ここはもうね土が出ちゃってます。ただ昨日の大雨でもこんな感じなので水はけ悪くはなさそうだね。そうだね、うん、良さそう、はい、景観の方はこんな感じです。ちょっとこの辺からこのなんか竹みたいのが笹だけこういうのがちょっと生い茂ってきてしまっているので目の前の景観はちょっと遮られちゃってます。ただ左手見ると、海とかが見えます。ここねこんな感じで、さらにその隣がコスモス、ここはねデッキになってます、はい、これこそあれかな、この上にテントを張る感じかな、うん、ここはね、うん、ここはでもいい感じ、景観はこんじこんな感じです。こんじデッキになってて一段高くなってるのでここすごく景色がいいです。目の前の草木もあまり気にならないですね、ここだと。そして次が富士山のサイトになります。ここからはね富士山がよく見えるサイトらしいですよ。すごい眺めがいいの。ここは眺めいいね、いい、あここの眺めは最高です。ちょっとでもね水はけが悪いのかな、はい、ここら辺からちょっとね水はけが悪くなるみたいで、うん、昨日の雨の影響が出てます。ここ水が引けてませんね、うん、砂利を引いてちょっとそうだね多分もっとひどかったんだろう ね整備はしてくれてるみたいですけど、うん、雨の日の次の日とかはちょっと気をつけた方がいいですね。さあこのあとキリン、朝顔、高尾山、ゾウ山、ひまわりというふうに続きます。キリンサイトはなかなかいいね。これあキリンいいっすね、綺麗な、あこれキリンが、いいよ、キリンがいいですね、うん、移動する、あいや移動しないですキリンいいね、そうね一番いいんじゃない、そうだねキリン、うん、すごく綺麗。のこぎり山が人気って言ったけどこっちの方が、まあ、キリンの方がいいと思います。でねここに山、あの島見えますかね、うん、このちっこい島ここまで見えるんですよね。ここから向こう行っちゃうとねあの島見えないんですよ。ここキリンさんいいです、すごいキリンさんね
好きです、はい、でもゾウさんの方がもっと好きです。いいですか、終わりました。はい、はい、ありがとうございます。地面の状態はこんな感じです。昨日の雨の影響ないですね。こっちは水たまりはないです。ドロドロしてる感じもないです。続いて朝顔はここですね。朝顔はちょっと狭い、ソロサイトって感じ。うん、そうだね、ソロの方はいいかも、うん、でも景観はめっちゃいいですよ。ここ遮るものは何もない。いいよね、うん、ここはすごくいい。ここもですね、ソロで来る人はここいいかも。この辺一番良かったんじゃないの。ただこの辺からはトイレから遠くなります。そうだね、ここがトイレとシャワーなので、ここ一箇所なんですね。ここに全部集約されてるので、ここにトイレとか水道があるんですね。ここは近いんですけど、今いるこの奥の方、今高尾山がここ、高尾山ここです。これ高尾山だ。この辺はねちょっと遠くなります。まあ遠くなるって言ってもね、そんなにこのぐらいはよくある距離なのでいいんじゃないでしょうか。で高尾山も綺麗です。この辺全部綺麗じゃん。そうめっちゃ綺麗。ただここにテントが立っちゃうと、う、ね、高尾山の方は遮られちゃうんで、うん、まあどうかなって感じですね、うん、あれ右にカーブしてるからどうしても左の景色が切れちゃうんだよね。そうだね。さあゾウさんまで来ると、あまだいいかな、うん、ゾウさんこの辺に立てれば。眺望はいいよ。眺望悪くないですね、うん、あここ綺麗ですね。これさらに切り開いてんのかな。そうみたい。なんかウサギとかクマとかタヌキとかいろいろ書いてあるけど、まだちょっとまだだよね、うんうん、もうちょっと綺麗に整備すればすごくいいキャンプ場になるのに、うん、もったいないね。多分一人でやってるんだろうね。結構ね雑いんですね整備が雑いんですよね。多分一生懸命こっちも開拓してるんだと思います。ウサギとか看板が出てるんで。でこれがまあ現状あるひまわりという一番右端のサイトになります。ここ結構広いですね、ひまわり。ただ地面の状態はこんな感じです。これね綺麗にしてくれると嬉しいんですけどね。景観はこんな感じ。あでも景観はここはねやっぱりこの木がかぶっちゃってます、うん、向こうに比べちゃうとやっぱり見劣りしちゃいますね、ここまで来ちゃうと。はい、各サイトの景観はこんな感じになりました。それでは施設の紹介をしに行きたいと思います。この景色はこれちょっと夕方楽しみだよね、うん、でこっちにもねアルファベットのサイトがあります、うんうん、ソロっぽいね。うん、ソロでさらにね安かった気がする。そうだね、うん、あのアルファベットのサイトは、うん、この A とか B とか C とかこういうアルファベットのサイトはさらに安かったと思います。ただちょっとね景色を見るような感じではないので。で、ね、ゴミ捨てられます、はい、ここゴミ捨て場があります。あそこ廃捨て場でゴミは無料。無料、何も言われてない。ゴミ無料だそうです、うん、で Wi-Fi もね繋がってますよ、はい、でここがトイレとシャワーと炊事場になります。まず炊事場を見に行きましょう。炊事場はねこんな感じになってます。で真ん中のここはお湯を使うことができるんですけど、あの後ろのねハウスの中に給湯器の電源のスイッチがあるので、これスイッチ入れてから使うようにしてください。あと左右は水です。こっちもお湯と水が使えます。さあ、じゃあ中に行ってみましょう、はい、これ、ね、自販機もあります。炭酸は売ってるの。あ、炭酸ないんだ。コーラだけだ。あ、炭酸水置いといてほしいんですよね。そうなんだよね。はい、じゃあここが入り口です。これね、Wi-Fi のねパスワードが書いてあるから。あ、すごい綺麗。ここはね、土足厳禁なので、ここまではいいのかな。こんな感じ。ここがね、シャワーになってます。こちら女性用のシャワー。ドライヤーも置いてくれてるね。あ、給湯器それだ。これか、うん、シャワー。炊事場の給湯器のスイッチはね入って左側に来るとあります、うん、まあ使うときに入れてって感じだね、
これ女性用のシャワーです。あ、ドライヤーも置いてあります。ほら、あ、綺麗じゃない。綺麗綺麗、全然いいです。十分です。え、無料？無料、無料か、すげえ。無料だそうです、やば。男性用のシャワーとトイレ、はい、ここね、ユニットになってます。わ、広い。わ、何この便座すげえ、かっちょええ。こっちもそうだ。おお、わお、なんかすごい三寸式の便座だよね。勝手に開いた。あ、そうなんだ、こっちにトイレもあるよ。そこはね、トイレ。あ、ここもほら最終式。おお、あ、これは違う、これは開かないやつ。これウォシュレットのトイレもあります。すごいね、ここすごい、超綺麗。冷蔵庫あるけど、これは使うなってことね。使わないね、はい、使わない。まあ、こんな感じでシャワー、後でシャワー浴びに行きたいと思います。はい、楽しみになりました、はい、以上、鋸南星降るキャンプ場さんの簡単な施設紹介でございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは今回の簡単なサイト紹介をしたいと思います。もういつもと変わらないです。ここが焚き火会場になってます。いつものね、薪グリルを使ってます。最近薪グリル2というものが出たらしくて、ちょっと前にどうやらですね、よく見てないんですけど、多分このロストルウォールっていうこの後ろの壁、これもともとないんですね。これ今刺さってんですけど、これ取れるんですよ、スポって。で、ノーマルの状態はないんですけど、これ裏にね、薪が落ちちゃうんですよ。で、それを防止するためにこのロストルウォールっていうのが別売りで売ってて、今これつけてるんですけど、どうやら薪グリル2は最初からこれがね、ついてるみたいです。ちょっと形状が違いますけどね、これがついてるわけじゃないんですけど、後ろの壁があるみたいです。こんなのがね、今出てます。だからうちももしこれが壊れたら薪グリル2を買おうかなと思ってます。あとはアイアンテーブル、これワークマンさんにいただいたテーブル、最近これはもうサイドテーブルで使ってます。結構収納も小さくなるし、組み立ても簡単なので重宝して使ってます。で、ルーちゃん用のコット、ルーちゃんね、こんなにちっこいのに、うちはね、ちょっと大きめのコットを買いました。こうやってね、いろいろとね、ポン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 荷物をうち置くんで、わざとね、大きめのやつを買いました。だからルーちゃんが真ん中で寝てても、なんかティッシュとかウェットティッシュとかをこう置いといても、特にね、あのルーちゃんにとっては邪魔にならないので、ウェットティッシュとかを置いといたりしてます。なんだよ、こいしょまあまあ、今お風呂行ったんですけど、忘れ物を持ってこいという連絡が入りました。ちょっと行ってきます。はい、じゃあそれでは中に行ってみたいと思います。中は今日はハンドマスタイルにしてます。ここはもう半分土間です。で、奥は釜座敷を敷いてあります。これはね、 DOD の釜座敷です。もうこのバスタブタイプを使っちゃうと、普通のペラのグランドシートは使えないですね。寝るスペースだけお座敷になってますね。あとゴミ箱とポタ電を持ってきているので、暑かったらちょっとサーキュレーターを使おうかなと思ってます。あとはポータブル冷蔵庫でしょ。で、温度計でしょ。温度は今ね、外22度ですね。中は23度、まあ大体22、3度ですね。まあ外も中も今変わらないです、全部開けっぱなしなので。で、寝床は、もうここ最近はタラスブルバのここインナーテントが本当はくっつくんですけど、インナーテントつけないで DOD のカンガルーテントを使ってます。カンガルーテント、これサイズは S サイズです。
結構ね、画面で見てると S なのか M なのか確かにわからないんですけど、うちは S を使ってます。で、2人でぴったりサイズですね。3人は子供ちゃんとだったら寝れると思うんですけど、大人3人は結構きついっす、うん、おじさん3人とか言ったらもう地獄になると思います、うん、まあ2人と思った方がいいかもしれないですね。おじさん2人もちょっとやだな。で、ルーちゃんと一緒に寝てもうぴったりでございます。で、中は最近導入したエアベッド、レビューを見てるとすぐに空気が抜けちゃうっていうのを見てビビってたんですけど、思い切って買ってみました。やっぱり7000円ぐらいするのに1回2回で空気抜けちゃうと、うん、なんかね、お金もったいないなと思ったんですけど、やっぱりエア入れて使うと、使うものってエア抜くとかなり小さくなるじゃないですか、うん、でうちのインフレーターマットウレタンが入ってるやつなんですけど、まあ、やっぱりね大きいんですよね。ハイランダーのいつも使ってるやつ、まあ、あれはあれでいいんですけど、ちょっとね今回思い切ってエアベッド買ってみました。さすがにやっぱりエアなので抜くと結構スタッキングが小さくなるので荷物の量が減っていいなと思ってます、まあ、あとはどれぐらい使えるかですね。耐久性は使いながらレポートしていきたいと思います。で、うちのランタン系はですね、紹介するようなほどのものではありません。いただき物のこれ、タゲメグさんにもらったゴールゼロです。で、これも視聴者さんにもらったキラキラボール、これ最近愛用してます。あとはまあ本当の明かり取りはこの2個です。このボンボリタイプ、めっちゃ明るいやつですね。これを使ってます。で、この真ん中にあるのはなんかイーノーさんがクレに送りつけてきたあの謎のランタンですね。もう何の連絡もなく送りつけてきました。ありがとうございます。すごく気に入って使ってますこれなんかしないけど、はい、というわけで今日はこんな感じでキャンプを楽しんでいきたいと思います。ちなみにママは今シャワーを浴びに行ってます。はあ、設営とシャワーが完了しました、はい、さっぱりしてきました。さっぱりしました。お疲れ様でした。お疲れ様です。早速乾杯をしていきたいと思います。はい、はい、やっと飲めます、はい、もういつものやつです。ママは金麦、はい、私はノンアルハイボールというわけで、はい、あ、これね、ママの面白いんですよこれ500の缶でもこれ3号缶入れるとスポンっていっちゃうじゃないですか。なのでロゴスだよね。ロゴスのマイナス何とかとかマイナス何度とかいうやつ、冷える保冷剤です。これ固まらしてないんですけど、これ固まらせればそのまま保冷剤としてこのままスポンスポン、だいたい2個入れるとこんな感じ1個じゃね、足んないんだよね。1個だと埋もれちゃうんだよね。そう、1個だと口の部分が下に行っちゃうから嫌で。そう、はい、まあこんな感じで飲んでます。ありがとうございます。はい、それでは鋸南町星ヒルキャンプ場に乾杯。乾杯。すっごい冷えてるね。まちょっと蒸し暑いんだよね。今そんなでもないけど、ベタベタしてたんだけど、シャワーでさっぱり。食べる？うん、待ってたね、ルーもね、いい子だったね。そして私、お腹が空きました。ちょっと軽くおかっぱしましょうか。おかっぱしましょう、はい、私は生ハム。ママは生ハム。ポテチも食べるよ。はい、私はポテトチップ。ママもポテトチップ。私は生ハムは食べません。私は食べます。いただきます。うん、まゆ、うん、飲みたい。ごくごく飲みたい。よいしょ。あ、ちょっとメガネをかけさせていただいて。おお、よく見えますね。本当だ。いいね。なんか私ダメじゃん。全然無理やん。そう、ママの方は、ね。斜めにする？うん、そうしよっか、うん。ちょっと斜めにしましょう。ここでママ見える。ちょっともったいないわこれは。え、これ？それ、うん、サイドテーブル。こんな感じかな、うん、こう、うん、
か、いいねいいね、いい感じ、いいねいいねいいね、こうやってやって、うん、うん、あ、いいね、こうやってやって、最高です、こりゃいいね、あそこに夜景が見えるでしょ、そういう手はずになっておりますけど、手はずまさかこんなキャンプ場があったとはね、ね、知らなかったね、ここはすごいね、これナップで見たのね、ナップで見た、うん、なかなかこの高台からっていうキャンプ場ないよね、ないね、この辺はね、うん、ここはいいよ、安いし、うん、本当にまさかの5000円だし、でも安い、ぜひこのまま、このまま進化してってくれると嬉しいね、うん、本当に、多分放送火つけてさ、炭を落ち着かせて、時間かかるから、うん、なんて素晴らしいんですよ今日、さっぱりしてるし、なんか暑くないし、ね、こんなに景色いいし、いや綺麗ですね、綺麗だね、まあ、ちょっと今日は雲が多いんでね、めちゃめちゃ綺麗な夕日とはなりませんでしたけど、でも良かったね、ちょっとでも見れてね、うん、ちょうど夕日なんだね、向こうに沈むからね、ね、いいとこだね、うん、これから徐々にあの海の手前のあたりの街並みが夜景に変わってきます。